listening to Shibuya Cross FM. はい、皆さんこんにちは。6月9日ロックの日、木曜日16時を過ぎました。エンタメジャックに渋谷スタートしていきます。藤巻ゆうきです。わしやまかなです。大場かやろです。あー、いいですね。よろしくお願いします。ロックですね。いや、ロックでした。なんでか、ウィッシュですかそれは。なんですかこれは。ロックのウィッシュ。どっちかって俺の方でしょ、ね、確かに。ロックンロールな感じで今お送り、ね、ロックですから、ご挨拶しましたけども、66、ですか。66? あ、え、あ、69ですか。はい、すみません、すみません、すみません。何でもないです。はい、梅雨入りしましたけども、はい、皆さんどうですか、梅雨は好きですか。いやいや、好きな人いないでしょ。どうですか。梅雨はね、好きじゃないけど、逆にこの晴れた瞬間に感謝できますよね、すごい、ね、確かに。あ、ちょっと真面目な生徒派の答えですよね。いやいや、いいでしょ、崩したいね。いやでも雨上がり、今日も雨上がりですけど、うん、やっぱ綺麗ですよね。ね、うん、いや本当に、うん、梅雨の合間にこう、こういう天気、うん、すごく気持ちいいですよね。気分上がりますよね。そうね、いいですよね。そんな中、今日は何の日、まあロックロックって言ってますけど、うん、まあロックはちょっと置いといて、置いとくんかい、置いとくんかい。やっぱりもうロックはちょっと我々、はい、あまり馴染みないと、はい、そうですね。シェケナベベじゃないじゃないですか。はいはいはい。おおおおロック馴染み。おお、そしてない、そして、そうですよね。ないですね。わしやまさんなんてロックといえばってあいみょんって言ってますね。エレキギターやってますから。え、今ちょっとたまにですよ。本当にたまにですけど、はい。なんで、何をしたいの。だってね、アイドルでエレキはあんまりイメージが。高校生の時にバンドやってたんですよ。で、なんか思い出したように弾いてる、たまに配信とかで弾くときあります。いいですか。はい、どうぞ。全然興味なかった。ない。はい、こちらです。じゃん。ね。6月9日はドナルドダック誕生日ですね。ちょっと待ってください。待ってください。待ってください。スライムですよね。スライム君がね。13日の金曜日説もあるよって言ってます。スライム。みたいです。はい。ただまあ今日6月6日がドナルドダック誕生日なんですね。こう皆さんドナルドダックって馴染みあります？ありますか。僕はあまりないですね。ないですか。ないですか。ありますか。僕はまあドナルドダックなので、はい、まあちょっと説明すると、いやいやいや大丈夫、会話がなんか成立してない。なんか1934年昭和9年にアメリカで初公開されたアニメーション短編、賢い面取りで、はい、ドナルド・ダックがスクリーンデビューした日が1934年6月9日で、公式にドナルド・ダック誕生日って言われてるそうです、うん、ディズニーから、うんうん、なので6月9日なんですけども、うん、やっぱミッキー、うん、ミニーについてやっぱドナルドって人気じゃないですか。人気ですね。なんかこうディズニーだったりドナルドの、うん、エピソードあります。思い出とかでしょ、うん、まあでも子供の頃から身近にはもう常にいましたからね、はい、なんか絵本であったりグッズやキャラクターであったり何かこう身につけてた記憶はありますけど ね、でもそうだから男ですからそこまでディズニーディズニーはしてなかったですけど、うん、ディズニーランド1回だけ行ったことあるんですよ。おお、1回1回だけ。1回ってのは珍しくないですか。あのね、もう嫌な思い出になっちゃったんですよね。え、それ聞き聞いても大丈夫です。これはもう昔、本当昔です。うん、もう今の奥さんとか出会う前の話ですけども、うん、たまたま行くことになりまして、行って、うん、まあ、アトラクションいっぱいあるじゃないですか。うんうんうん、で、2つ乗って、うん、3つ目かな、スペースマウンテン、うん、あれ乗ったらですね、うん、もう2時間ぐらい動けなくなりまして。酔っちゃったんですか？酔っちゃって。でもスペースマウンテンの下のベンチで、うんうん、もうずっとわな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 して、うんうん、おいおいって言いながら、でもう全て台無しになって、うん、でその連れて行ってくれた人はもうディズニーランドは一度行った方がいいってディズニーをもうかなり勧めてくれてた方だったんで、もうそれからテンションだだ下がりで、その方も、うん、でも僕は頑張ってテンション上げようとしましたけどもう無理で、うん、もう結局それ以来もうその方と会うことはもうなかったですね。本当そこまで行っちゃいました。そこまで行っちゃいました。
悲しいっていう悲しい思い出しか僕はないので、はい、じゃあみんなで行きましょう。楽しい思い出にね、アップデートするって意味でね。そうそう、確かに確かに、それ俺はいいですよね。鷲山さんはこうまずドナルドに馴染みあるの？鷲山さんは友達でした、うん、でした過去形あの2個ちょっと疑問あります。まず友達だったという、そうですね、あとでしたというのと、はい、過去形っていうのが、あの橋本さんですね、はい、あの某あの最大級テーマパークでですね、はい、あのダンサーのお姉さんをやってたので、うん、あの彼とは友達でした。お友達でした。もうこれじゃ言えませんけども、はい、これ言えませんけども、なるほどなるほど、はい、あのお友達だったので、あの暑かったかな、マブです、マブです、マブマブです。あそうなるほど、なんか毎日一緒にいました。やっぱいろいろあるじゃない、うん、そのなんかこう豆知識的なのがあったりするの、うん、はいはいはい、あのドナルドダックって結構仲間思いで情に熱いキャラクターなんですけど、うん、でもすっごくあの意地っ張りというか、うん、あの恥ずかしがり屋さんなんですよ、うん、なので勘違いされやすくて、大体何かいたずらとかトラブルが起きるとドナルドダックのせいにされるんですけど、うん、でもそれはドナルドがあのみんなのためを思って良かれと思ってやったことがちょっと大変なことになっちゃっててとかっていうことが多いんですよ。キャラクター設定、キャラクター性的にそうなんですよ、ね、うん、だから、はい、設定というかそうだ、結構勘違いされやすいんですけど、うん、みんなのことが大好きで本当は誰よりも友達思いな、そうなんです、ドナちゃんは、はい、イメージ的にですけど喋、うん、れないですよね、ドナルドダック。どうなんだろう、わわわわってそうですね、言ってる。でそれだから勘違いされるんじゃないの？あの伝えれないから僕じゃないよって言ってんのにワンワンって言って、いや何を言ってんの君でしょ、だってあのあそこにいたの君しかいないよ、僕じゃないよってずっと言えないだけじゃないの。待って待って、ミッキーたちには伝わってますから。あ、ミッキーにはワンワンワン伝わってんの。でもミッキーは日本語喋ってるじゃん、でもミッキーだよって言ってるでしょ、うん、え確かに最近でもちょっと喋りません？え喋りますよ、喋、ね、ります、全員喋ります、全員ちゃんとお話できます、喋る、えちゃんとお話できます、わわわって喋るの、わわわで日本語で伝わる喋り方を、僕は僕じゃないよ、そうそうそう、じゃあもうあの大丈夫じゃん、みんな伝わってるから、大丈夫じゃん。でもまあ確かにちょっとあれだから愛らしいキャラではあるよね、うん、そうなんです、なんか怒りんぼのイメージあると思うんですけど、うん、常に怒ってるわけじゃなくて元気でみんなと遊びたいだけなんですけど、うんうん、なるほどね、あまり勘違いされやすいから、うん、なんかお尻振るよね、そうです、お尻めっちゃ振るんですよ、うんうん、イメージなんか各キャラクター、うん、動き特徴ありますよね、めっちゃありますね、でドナルドってやっぱお尻振るのかな、お尻振ったりあとは結構照れたりとかもするし、うん、ですね、あとデイジーダックっていうあの彼女がいるんですけど、あデイジーが、ね、大好きで、うん、もうなんか本当デイジーの前ではデレッデレなんですよ、もうなんかもうドロンドロンデレンデレンみたいな、あそうドロンデレン、そんなとこグダングダみたいな、グダングダ溶けてるみたいな、デイジーはわーわーじゃないの、デイジーはなんかもうドナルドみたいな喋り方をします、もう本当にドナルドだけ喋れないんだよ、喋ってますよね、喋ってはいますけどね、大丈夫、確かに確かにそうですよね、そうだよね、発達がちょっと遅いのかな、違う、ドナルドだけ、だって周りみんな日本語喋ってんのに、だってドナルドだけわーわーじゃん、うん、確かに確かに ね、 確かにそうですよね、よく考えてみたら、うんうん、ただ、ね、なんか一応、うん、ルールとしては、はい、あのか、一匹なんだよね、でこっち出てるとかこっち出れないみたいな、いやいやいや、こっち出てるとかこっち出てないとかじゃないです、一匹しかいないです、一匹なんですよね、世界にね、そうです、世界に一人しかいない、設定というか、それ的には設定とかじゃないです、ないんですよね、はい、彼は一人しかいないです、ね、いろんな言語にすぐスイッチできるんだ、そういうことですね、英語喋ってるミッキーもいれば喋れるしってことでしょ、やっぱエンターテイナーなのですよね、はい、でもドナルドだけは世界共通の一番発達がやっぱ喋、ね、ってる、で日本語喋ったり英語喋ったりね、そうです、うん、だからあれですよね、はい、どうやって言ってんのじゃあアメリカで、そう魔法です、魔法、え魔法、あでも魔法、夢と魔法の国ですから、そこは分かりますか、わしさん何すかそれ、夢と魔法の国ですよ、わしさん何すか、いやもう追い詰めなくなって別にディズニー側なわけでもないから、確かに別にディズニー側とか、ディズニーは好きですか、あ大好きです、大好きで す、 です、ね、なんかやっぱどのキャラが好きですか、お二人、僕はドナルド、あのやっぱドナルドです、うん、家にドナルドのグッズ今思い出すと
結構ありました。ミッキーとかミニーよりもやっぱドナルドが多かったです、うちは。奥様じゃあ好きなのかな。それわかんないよ、ね、そうか、はい、でも結構ドナルド好きだと。僕は、はい、芦山さんどうですか。私もドナルド好きなんですけど、あの結構ディズニープリンセスに幼稚園の時とか憧れてたんで、うん、プリンセス系も好きで、シンデレラとか、うん、じゃあそしてアリスとか。プリンセス中ではどの一番好きなのですか、うん、うわ難しいですが、うん、ラプンツェルとか有名、結構今確かに有名ですね。疲れてない髪の毛長い。確かに確かに確かに、大人になってからシンデレラが一番好きですね。ああ、まあ、境遇がね、あ、違うか、境遇違うかいじめられたりしないし、ね、一瞬俺も俺も一瞬思っちゃったけど、ね、突っ込んでくれるかな。慣れてないし、ネズミさん友達じゃないです。そうそうそう、ね、大丈夫まあ、シンデレラいいですよね。シンデレラ好き。ちなみに僕は結構ディズニー、多分男性の中では行ってる方なんですよ。確かに確かに行ってるイメージあります。ついこの間も、トイストーリーホテル行ってきたんですよ。いいな。トイストーリーホテルって何。トイス、いいな。なんかディズニーホテルとか、はい、ミラコスターとかある、はいはい、トイストリーホテルっていうのはできたんですよ、はいはい、今年の4月に、はいはい、ちょっと行ってきて、はいはい、結構お安めなんですよ、はいはい、これはサービスがちょっと、今までやってたサービスやんないとか、うん、朝食つけないとかそういうのもいろいろ含めてリーズナブルになってるそうですけども、おもちゃ箱みたいでした。楽しそうですね。あのホテルとその周りが、はいはい、いいな。なのでぜひちょっと皆さん行ったら楽しめるんじゃないかな。それこそお子様とか彼女とか、まあ、家族でもいいです。で、それゆうきくん一人で行ったんですか。一人で行きました。寂しい寂しい。 いいですよ、そんないじけないでください、ら魔法の国って聞いたよ。そうだよ、夢と魔法の国ですか。あれ、いやいやいや、あれありました。あの、はい、ホテル泊まるとアーリーエントリーってあるじゃないですか、はい、アーリーエントリー。これ多分豆知識なんですけど、はいはい、ホテルに泊まるたお客様は、はい、あの通常のお客様より1時間早くあの園内に入れるんですよ、めっちゃガラス付きの状態で、しかもアーリーオープンした瞬間って、はい、あのディズニーランドの入ってすぐダーって長い道があって、はい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 、一番なんて言うんですか、はい、あれ奥の、シンデレラの方、そうそうそう、はい、のところにミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、あと誰いたっけな、フルートか、フルートが一列に並んでこうやって待ってて、そこに走っていって写真とか撮れるんですよ。デパートのオープンみたいな感じ。大丸屋、大丸松坂屋みたいな。そうですね、もう皆さんでお出迎えします。はい、どうぞ。あの、寿司三昧の社長みたいな。いやいや、イメージ崩れる。あ、じゃあディズニーも行って行きます。ディズニーランドはちょっと行かなかったですけど、ただまあ行ったこと結構あるので。すごいな。で、僕はどっちかというと C の方が好きなんですよ、うんうんうん、行ったことないわ。ちょっとぜひ行ってみてください、はいはい、で、乗らなくて楽しめます。え、あ、そうなんですか。確かに何も乗らなくて楽しめます。僕なんかね、トロッコ、あ、なんかありますね、はい、シーカヤックみたいな、はいはいはい、あるんで、それちょっとやったりして、うん、なんかこう、なんか俗に楽しむ、Z コースターとかじゃない楽しみ方が、はい、それはいい、ゆったり楽しめる。あ、じゃあそれいいですね、はい、大人の楽しみ方してみてはいかがでしょうか、はい、ということでね、はい、ドナルドダックの日でした。はい、はい、それでは始めていきましょう。エンタメジャックイン渋谷。この番組は新車最安な更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたします。ということでですね、いきましょうか、はい、久々のちょっとおばさん、久々のおばさん、はい、あ、はい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 、おばさん、はいはい、コーナー、はい、わかりました、はい、じゃあ大場カエロの競馬のコーナーでございます。はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。はい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 、まあ我々競馬知らないからね。そうなんです、興味は津々です。あの競馬クイズを今日はちょっとやりたいと思うんです。よろしく。皆さんにちょっとわかりやすく、競走馬、はい、というのはまあこんな感じだと、うん、あと競馬というのはこういう感じだというのをちょっと皆さんにクイズ形式でちょっと教えていきたいと思います、はい、はい。じゃあまず早速第1問いきたいと思います、はい、はい、これはどうしましょう、渡した方がいいのかな、はい、もらいましょう、はい、すいません。さあ、ドン、見てください。競走馬の平均時速は、競走馬と言っても、まあ速いっていうイメージはあるじゃないですか、うんうん、それをまあ科学的に、まあその何キロって換算した時に一体こう時速どれぐらいで、馬の速度ってあるのかというのをこうちょっとクイズ形式で皆さん教えたいと思います。はい、平均時速です。はい、はい、難しい。渡山さんからいきますか。はい、はい、B の100キロ。B の100キロ。おお。僕は C だと思います。
お、はい、なるほど。それじゃあ100キロの、まあ、ちょっと簡単に理由というか、はい、なんか理由は何ですかね。私車運転できないので、うん、時速がちょっとよくわかんないので、うん、100がなんかかっこいいんで100にしました。確かに切りがいいしな。はい、じゃ60キロなんで、まあ、僕も、まあ、僕は逆に車好きなんで、はいはい、100って、うん、まあ、なるほど、マックスあるかもしれないですよ、はいはいはい、平均、はい、多分、はい、レースの平均ですよね、はい、1レースの、はい、そうです、遅い時もあるんで、そうですね、でもこのぐらいで、やっぱマックスはだから最後の直線なのか分かんないですけど、あ、なった時に平均だと60ぐらいかなと、確かに、はい、見ましたんで、はいはい、答えいきましょうか、はい、正解はですね、C の60キロですね。素晴らしい、大正解、60キロですね、はい、まあ、ちなみにだから 200m とかだともう本気出せば、うん、馬とかだとまあ11秒とかで走れますね、うん、すごいすごいですね、すごい恐ろしいですよね、 200m を11秒で走れます、はい、早いよね、はい、すごい、うん、でちなみにディープインパクトって有名な馬いるじゃないですか、はい、ディープインパクトで、言われてるのは時速平均65キロぐらい、あ、65.9 キロとか、あ、じゃあやっぱ早いんだ、早いけど、でもちょっとそういうことですね、まあでもそうですよね、うん、馬の着差とか見ててもそこまで離れてないじゃないですか、うん、でもまあすごい速いっていうことですね、そうですね、はい、だから単純に言うと 馬はもうもちろん優劣あるけど、うん、上の騎手の方の作戦だったりっていうのも大きな影響があるってことなんですね、だから60キロで走ってるということですよ、うん、これ車60キロの車に人間がぶつかったらこれすごい大事故ですよね、うん、ということは上に乗ってるジョッキーとか、うん、馬を操作してる人たちはもう本当大変な、うん、あ、道がけ、そうそうね、結構、はい、いやいいっすね、60、はい、はい、さあ続いて、はい、じゃあ第2問目はこちらでございますね、はい、はい、こちらです、ででん、競走馬の最高体重は、分かんない。競走馬といっても、まあ、体重とかあんま考えたことないですよね。馬ってじゃあどれぐらいの体重があるんだと。うん、まず A が580キロ、で B が380キロ、C が640キロ、D が460キロ。刻まれちゃった。刻まれちゃった、はいはい。これ、じゃあ、わしゃみさんどうぞ、先。はい。はい、380キロ。うん、380?え、はい、本当、うん、はい、本当、まあ、はい、そうか、そのぐらいか、まあ、はい、シュッとしてるもんね、シュッとしてる、まあ、じゃあ僕は460か、こっちか迷ったんですけど、460、はい、で、はい、で最高体重ですよ、はい、最高体重、最高体重、すみません、最高体重、間違えました、はい、最高体重、ごめんなさい、最高、すみません、最高体重です、最高は、はい、何ですか、おしゃまさん何してですか、はい、今最高、え、D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 、はい、D、460キロ、ごめんなさい、はい、じゃあ僕は逆にこれ A、580、わかりました、あんま重いとね、はい、あれなんだ、はい、最高体重、今まで競走馬の中で一番重かった馬の体重はですね C の640キロです、将軍という馬が640キロでした、だから640キロですよ、640キロってなんだ、はい、うん、いやだから押山さんが、20人分ぐらい、22、そうですね、18人17人、分かんない、体重分からないですけど、うん、でもまあ大体分かんないけど、はい、分かんないけど、すごい、だって鷲山さんが20人ぐらいじゃ、うん、もうだからこのスタジオもういっぱいになりますね、気持ち悪い、20鷲山がそうですね、ドーンぶつかってくれたらそれは危ないね、将軍という馬が最高体重です、ね、すごい将軍、それ強いんですか、その将軍、やっぱり重すぎても馬はダメですね、昔ひしあけぼのという馬がすごい速いスプリンターズステークスという G1 を買った馬がいたんですけど、うん、その馬で560キロですね、あ、500、この辺だったんですね、そうです、そうです、その馬がいったんですけど、やっぱ強くないんです、ディープインパクトで450キロぐらい、あ、でもそんなあるんだ、基本的にはその D ぐらいの馬がちょうどいいとされてます、なるほど、はい、まあだからこうやってこう調整も超大事なんですね、そうそうです、体重のそういうことでございます、え、どうやって調整するんですか、でも調教とかで調整したりとか、あとはまあその海馬といって草をいっぱい食べさせて太らせ、肥料とかっていうので太らせてっていう形です、ね、まあだから人間とのそのプロのスポーツベスト体重ってあるじゃないですか、一緒 で、 そ, で、ね、そうっすよね、ちょっとでも狂うとやっぱ全然パフォーマンス変わってくるみたいなことを言いますからね、そういうことだと思います、はい、いやいいっすね、なので面白い、はい、はい、そして最後はですね、これ、馬自体のことじゃなくてですね、うん、これ馬券のことに関して、はい、ちょっとお金に関わることで、はい、はい、じゃん、さあ競馬でウィン5という、まあ、買い方があります、うん、5レースを連続で当てるという、うん、買い方なんですけども、それの最高配当は今までいくらだったでしょうか、え、は
はい、最高いくら出ましたか。これ100円で買った時の最高。100円で100円でっていう形でございます。さあ A が5億5000万円で、B が8000万で、 C が2億4000万で、 D が12億これ JRA の、はい、日本での最高配当はいくらか。この Win5 というのは1位を決めるんですか。1位を5回連続当てます。うわすごー、はい、うわ。ちなみに1位じゃなくて1レースの最高配当は3000万ぐらいですね。3000万。あ、そんなもん。はい、1レース、はい、すごい。いやじゃあこれも100円が3000万ですか。うん、鷲山さん、はい、はい、じゃあ夢と希望を乗せて、はい、C、2億4000万円。おお、2億4000万、はい。なるほど。じゃあ僕はもうそれこそ夢と希望で12億。はい、はい、わかりました。100円ですもんね。100円がです。はい、これ100円で12億これわかんないですけど、はい、仮に100円買いました、はい、ビギナーズラックでもいいです、はいはいはい、12億もらうの時って どうしたらいいの。ね、それはその窓口でもらおうと思ったらもらえます、うん、その場合はもう別室、別室です。で、警備員の方も入り口まで送っていただいて、そうで、じゃないともう、はい、これ、え、待って、じゃあこれ、その日にくれるんですか。そういうことです。無理無理、怖い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 。振り込んでって言いたくなる。振り込んでいただきたい。まあ、振り込むことも今は可能かもしれないですけど、基本的にはもう、当時は、はい、これ分かんない、なんかいろいろ考え、税金とか考えちゃう。大丈夫なんかなとか。確かに、確かに。それは、はい。いや、もうじゃあちょっと、はい、じゃあ正解を、はい、はい、正解はですね、A の5億5000万ですね、なるほど、やっぱりすごい、はい、うん、5億100円が、はい、ちなみに12億というのはアラブのサウジアラビアの方のレースで、12億というのはあります。レース自体の、賞金であります。1レースの賞金で12億、1レースで、はい、12億、はい、すごい。これ待って、当たったことあるんですよね。誰か当たってるんですよね。配当でっから。そうです。100円が5億5000万、もう人生変わりますよね。1日でパッとこう適当に勝った、5レース勝ったら当たった、もう5億5000万ですから。やー、これでも名乗ってんすかね、俺当たったぞって。それは言わないと思います。それはだってもう危ないですから。でこれは、はい、その馬券の人が5億5000万出ましたって言ったんですか。はい、それは配当で結果出てます。 JRA が公表してます。5億5000万ボーンって。で、配当が何人って、こう3人とか出るんですよ。多分3人ぐらいいたと思うんですよ。2人か、はい、3人ってことは15億、はい、16億とかぐらいは2人か3人か忘れましたけど、すごい金額が動いてるってことですか。そうです、そうです。橋山さん、はい、やるか。やりましょう。競馬をやりてみたい。だってもう分かんないじゃん、うん、だ適当に買うのもありじゃないですか。100円なら。そうですね、ね、だから昔ね、一時期ちょっと芸人5人ぐらい揃って、うん、1レースずつ受け持ってやろうっていうのをやったんですよ、うん、Win5 を、うんうんうん、だから、1芸人1レースやると、うん、ね、4まで行ったんですよ。最後の1つ外れて無理でした。それ半年続けたんですけど、やっぱ4が2回が精一杯でしたね。え、4連続、おばさんも僕も参加しました、はい、4連続2回が精一杯でしたね、半年で。でも諦めましたね、さすがに、はい、いやでもなんか夢あるね。夢ある。100円で5億よ。これ200円買ってたら10億ですか。200円買ってたら10億です。はい、10億。そういうことですか。はい、10億です。えぐ。じゃあ1人で、はい、3つ出たって言ってたじゃないですか、はいはい、1人で3つも あるんだ。また違うのかな。そうですね、まあ、その可能性もあるとは思いますけど、うん、でもオッズがちょっと下がるかもしれない。そうなると、はい、はい、いやなんか夢あるね、はい、すごい。ちょっと本当に本格的に競馬やってみたいんで、はい、その時よろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。いや、おばさんの競馬、以上競馬コーナーでした。ありがとうございました。すごすぎる。さあ、押山さん、はい、ちょっと、はい、一曲いって、はい、その間に次に押山さんのコーナーいきますか。はい、はい、お願いします。それでは、私の所属しているインディビジュアルプレートというグループの曲聴いてください、はい、強引なリカバリ
時より突きつけられるもの、現実は甘くない、思い通りにはいかない、だから何誰も望まない、求められない努力も存在する、心と体を再生してゆく、炎を絶やすな、どこかへこんでバキバキに折れて、地面に叩きつけられて、跳ね返って立ち上がり、上向くしかない、強引な状態服で新しい強さ、はい、はい、いやもう素敵なね楽曲でしたけども、はい、さあ鷲山さんのコーナーよろしくお願いします。はい、それでは鷲山かなのこのアイドルを紹介したいのコーナー、はい、さあ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 、はい、いやいや、さあ今月はどんなアイドルなんでしょうか。そうですよね、いや僕の記憶ではここ2ヶ月ぐらい、はい、なんか新しいアイドルを紹介すると言いながら、はい、かなり宣伝が入ってる、いや感じがするんですよ。そんなことしませんよ。しないです。違いますか、なんか自分の告知に、はい、いやいや紹介したいのコーナーなので。ああ、そうですよね、たまたまですよね。そうです、私の好きなアイドルを紹介していくからでございます。仮にね、はい、2週に前回2回あったとしても、はい、今回は3度目の正直っていうのありますからね。はいはいはい、はい、今回ご紹介するアイドルはこちら、てれーん、鷲山かなちゃんです。はい、おめでとうございます。宣伝やないかよ。おめでとうございます。ありがとうございます。しかもはっきり言っちゃったよ。この流れ嫌だ。今まではですよ、一応プロデュースしてるとか、うっすらこう別の人を言いながら自分をこう宣伝してたのがあったんですけど、もう今回もう自分じゃないですか。はい、わしはわからです。ついに行きました。ついにもう自分じゃないですか。満を持して満を持して私、わしはわかな登場です、はい、はい、じゃないです、皆さん分かってますか。はい、みんな手振ってくれてる、ありがとう、ね、はい、わしはわかなさんです、はい、そうなんですよ、もういい加減にしなさいって感じなんですけど、全然いいですよ。理由がございまして、うん、私ですね、あと数日でお誕生日迎えるんですけれども、おめでとうございます。ありがとうございます。来週の18日土曜日に、はい、ありがとう、はい、痛い痛い痛い、大丈夫、ありがとう、生誕祭を、開催することが決定しました。いや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 ね、はい、はい、ということで場所はどちらで、場所はですね、はい、代々木にあるライブハウス代々木バーバラさんという場所なんですけど、今年の生誕祭は去年、はい、まだ大人になりたくないなと思って、はいはい、すっごい大人なんですけども、はい、大人になりたくないなと思って、はい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 、まだ大人の階段登りたくないっていうのをタイトルにつけたんですよ、はい、ライブの。なるほど。でもちょっと今年はさすがに登らないとまずいなと思って、うんうん、でもなんか一人で大人になりましたイエーイっていうのも寂しいなと思って、友達をいっぱい呼んだんですよ、うん、それこそいつも一緒に活動してる森風花ちゃんっていうアイドルだったり、出ますよね、そうです、ここでも紹介した、はい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 、その子がプロデュースしてるポジティブモンスターっていうアイドルだったり、いろんなアイドルさんを呼んで、うんうん、全員とコラボしながらライブをしようと思って、はい、タイトルは決まってるの？タイトルは決まってます、はい、ちょっと待ってください。タイトルもいや、やることたくさんあって、まあ、練りに練ったタイトルだしね、間違えちゃいけないんで、はい、練りに練ったタイトル、はい、じゃない、発表します、いきます、はいはい、わしやまかな、30歳アニバーサリー、かなぽんと愉快な仲間たち、はい、それぐらい覚えれるやろ、うん、ちょっと待ってください、え、30、なんか言ってます、30、え、30歳アニバーサリー、30歳、あれ、すってなんて、TH ってなんて、すですか、すいや、TH ね、TH、はい、30TH アニバーサリー、30歳、はい、あと12日で、あ、違う、10、え、あと
12日じゃなくて今週の12日で30歳になります。全然見えない。いや見えないですね。大人本当に大人だよ。いや大人だよ。なんか本当に子供に見えるから大人です。いやそれはびっくりですね。なんかこう心境変わる？心境ですか、うん、変わまだ変わってないですけど、なんかやっぱ、うん、あのなんか30か、うわーってワクワクする、うん、なんかなりますね、うん、なりますなりますけど、いやいやいや、30つはもうサッカー選手だったら引退考える時期ですよ。中田秀29ですよね。中田秀29あのドイツのワールドカップで最後寝てましたから、ね、で、はいまあ、ちなみにワールドカップで言うと、はい、いやもう今年6月ね、はい、2002年6月9日、はいはいはい、日本初勝利ですよ。日韓ワールドカップ。あすごい。まあそれはいいんですけど、はいはい、サッカー詳しいな、はい、すごいですね。そうなんですよ、うん、だからさすがに大人の階段登っておこうかなと思って、はい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 、あのいっぱい友達を呼んで、はい、みんなとコラボしながら、はいはいはい、ワンマンライブ、ワンマンじゃないか、だから、はい、生誕祭を、うん、そうです。あの、うん、なんでみんなに最初前半2時間撮ったんですけど、はいはいはい、前半は出演者さんのライブ1、2曲、はい、鷲山コラボ1、2曲、鷲山コラボみたいな感じでやっていって、うん、で最後の1時間は鷲山ワンマンみたいな感じで考えているので、うん、ちょっとね成長したところを見せたいなと思いつつ、うんうん、そうだからぜひツイッターとかで情報をもっとね、はい、詳しくとか何時からとか見ていただいてってことかな。そうです、今のだから6人出演者さんいるんですけど、うん、全員とコラボあるのでめっちゃ練習してて、うん、なんで単純計算で6曲やる、うわ、あ一緒にやるんですけど、そうなんですよ。30歳で6曲は結構きついんじゃないですか。そうですね、しかもその後自分のライブ1時間あるんで、うん、うわーこれは、はい、頑張ります。結構息切れですねこれだからあれですよ、あのチェキとかも、あそうです、取れるし、ね、あといろんな衣装ももちろん着るし、はいはい、なんか結構本当に生誕祭ってなんか自分のためにというよりかは日頃の感謝を込めて皆さんになんかお見せする感じのイベントだと思うので、初めましての人も、まあ、もちろん楽しめるようにしますし、今まで応援してくれてた人はもうね30数アニバーサリーなので、はいはい、絶対来てほしいなと思って、ね、今日はちょっとね鷲山香菜を紹介したいなと思いました。いやそれはもうあれですよ、はい、満を持して、ね、満を持して、うん、はい、あのライブ中とか気をつけてください。なんかおえつとかしないように。あ気をつけます。うーんとかそんなやばい。もう年齢が出てやばい。そんなアイドル嫌です。ちょっとみんな待ってね。やだやだ、せめて後ろ向いてやってください。そうですね、後ろ向いてやらないです。そんなことはやりませんよ。それこそさ、はい、それこそさ、はい、自己プロデュースなわけじゃん、はい、全て自分でこう決めて、瀬取りというかさ。そうなんです、だから箱を借りる、ライブハウスさんを借りるところからブッキングから全部自分でやるので、はい、あのびっくりするほどやっぱ時間がねないけど、でもその分皆さんに楽しんでいただけるようにね、ね頑張りたいなと思っておりますのでね、ぜひ18日夜はねあれです、代々木バーバラさんで足山さんと一緒に大人になりましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、はい、ですよこれ。まあ詳しくはもうあのチケットとかは鷲山さんのツイッターとかね、はい、ツイッターの方に載ってますのでね。この間あの先週福岡に遠征してきたんですけど、うん、あの福岡から行くよって言ってくれた方もまさかのでいて、初めましてだったんですけど、うん、びっくりして、なのであの全国各地からお待ちしております。そうですね、本当に皆さん、はい、はい、ぜひぜひということですね。はい、はい、もう鷲山さんなんか思いこそ思い、まあ、い思い残すことない、いや引退するみたいに言わないから。なんかでも多分この29歳の私がなんかこういうのに出るのは今日最後だと思いますので、何か言っておこうじゃ、あなんか一言ありますか、20代最後のエンタメジャック一周や、はい、それか、まあ、エンディングまで考えておいてもらって、最後の発表というので、はい、はい、いや本当皆さん要チェックで、お願いします。よろしくお願いします。このアイドル紹介したいと。最後でエンディング悪くしたらダメですか。コーナーでした。はい、じゃあ私、藤巻ゆきのコーナー、はいはいはい、ちょっとね、ポンポンっていきたいなと思いますけども、皆さんは、うん、涙もろいですか。はい、涙もろい、はい、はい、泣いちゃいます、泣いちゃいます。涙もろい方ですか。はい、もろい方です。泣いたことありますよね。あります、はい、はい、この前も奥さん殴られて僕泣きました、ね、はい、聞きたくなっちゃうからいや、絶対言えない。冗談です、冗談です、冗談ですよね。はい、奥さんに一言じゃお願いします。はいはいはい、はい、好きだよ。かわいい、かわいい、おばちゃんかわいい、何顔赤くならないでください。いやいや、毎回これ顔赤くなるの。いいよ、いいよ、はいはい、そんなね、
人はなぜ泣くんでしょう、はい、これ考えたことないじゃないですか、はいはい、でも涙を流すってなんでだと思いますか、まあ、感情喜怒哀楽ってよく言うじゃないですか。だから人間に備わってれば感情で出るもんなんじゃない、はい、生理現象的なことじゃないですか、うん、はい、いいですね、はい、橋本さんはいかがですか。水分取りすぎで涙が出る、はい、水分取りすぎて涙が出る、はい、まあ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 皆さん、はい、ちょっとまあいい感じです、はいはい、おでちょっと今日はね、はい、今日はなぜ涙を流すのかということをね、うん、サクッと言っていきたいなと思います、はい、大きく分けて3つあるんですよ、はいはいはい、涙を流す理由、はい、まず1個目、はい、乾燥を防ぐ、おお、基礎分泌、なるほどね、はいはいはい、体も分かりますよね、はいはいはい、はい、そして2つ目、うん、まあこれも分かります、防御反射、うん、目に虫が入った、あー、そういうことか、そういうことか、ゴミが入った、はいはいはい、玉ねぎ切って涙が出る、なるほど、とかですよね、はいはいはい、これがまあこの1、2は分かりやすい、はい、ちなみに、うん、人はなぜ涙を流すのか、うん、動物って涙を流すと思いますか。でもウミガメって、うん、ウミガメの産卵って涙流すって言うじゃないですか、うんうんうん、はい、流すんじゃないですか、流す、はい、うちもチワワが飼ってて泣いてたんで流す、流す、流す、そうなんです、うん、流すんです、はい、ただ理由はこの2つなんです、悲しくてじゃないんだ、動物は基本的に情動で感情では泣かない、で今のところ言われてます、今後分かりませんけど、この2つで泣くそうです、うん、はい、まあ、だから犬の場合泣くってこうワンワンも、まあ、吠える泣くっていう表現しますけど、基本的にはこの2つなんです、じゃこの情動、これが結構今回ポイントでありますけども、うんうん、涙流す感情で、はいはいはい、どうしてだと思います、はい、どうして嬉しい、はい、嬉しい、悲しい、悲しい、はいはい、切ない、切ない、はい、嬉し、怒った時もない、まあまあそうですね、はいはいはい、これは どうしてだと思います、怒った感情が、はい、で、うん、なぜ涙が出るのか、確かに、なんでなんでだ、なんか、基本的に関係なさそうじゃないですか、なさそう、ね、うん、でも涙が出てくる、はいはい、まあ、人によってですけど、はいはいはい、なぜですか。だからその溢れるものを抑えようとするから涙でこう分泌されて、うん、本当だからうーっていきたいけどそれを抑えるがあまりこう、おっていうこう、はい、世界ちょっと近い、はい、ちょっと近いです、だから逆にこう常に何か物壊したり爆発させてたら涙は出ないと、もうそれを抑えるからこの、うん、こう出ちゃうっていう、いやーいい感じです、うん、人間には交感神経と副交感神経っていうのがあるんですよね、はいはい、で交感神経っていうのが運動だったり、はい、緊張、はい、ストレス、うんうん、で、こう動きます、はい、だからあの試合前の人間の交感神経ビンビンです、で逆副交感神経っていうのはリラックスとか睡眠ですね、うん、なんですよ、で人間ってこのバランスってめちゃくちゃ大事なんです、はい、で交感、まあ、脳があります、はいはい、交感神経副交感神経、例えば、感情が高ぶります、はい、うわーって、はいはいはい、これ高ぶりすぎるとちょっと人間の体って脳がアラートを起こすんですよ、これ以上は危ないよ、うん、これ以上やると危ないよってなった途端、副交感神経が、うん、よっしゃ出番だとなるんですよ、はい、だこっちがビンビンの交感神経がビンビンの時はもう高ぶってる状態、はいはいはい、心拍数も上がってる状態、はいはいはい、副交感神経を抑えてくれるんですよ、うん、ちょっと大場さんのちょっとかすってるというのは、はい、抑えるっていうのは自分がリスクになってるから抑えるってことなんですよね、はい、感情を抑えるというよりも勝手になっちゃう、うん、の時に涙を流すんですね、だからつまり究極のリラクゼーションなんですよ、涙を流すって女性よく言いませんか、確かに、だからすっきりしたって、これなんですよ、むしろこれ以上のことがないみたいです、究極だから、そうなんだ、さっき言った睡眠、うん、これね交感神経、副交感神経って言いません、はい、よく睡眠って、はいはい、レム睡眠、はいはい、ノンレム睡眠、はいはい、繰り返すみたいな、そう、こう睡眠が、人間が交感神経、副交感神経をこうちょうど保つ作用をしてるんですけど、うんうん、睡眠よりも涙流す、睡眠って5時間とか寝るじゃないですか、はいはいはい、
涙流すって5時間も涙流せませんよね、はいはい、流せない 10分ぐらいで同じような作用をするっていう究極のリラクゼーションなんです、はい、えじゃあうちの奥さんはよく涙流しながら殴ってくるんですけどあれは究極のリラクゼーションしてるんですよ常にリラクゼーションなんですよあれ僕は肩叩かれて痛みに耐えてますけど、はい、これリラクゼーションなんですね突っ込みづらいんですよ どこ突っ込んでいいか分かんないですよバンバン言ってくれたらいいんですよ、はい、パフォーマンスですよ、 ですよ、ね、パフォーマンスですから、 ですからね、はい、ということでね、はい、でこれあのこのなんか液を出す角があるんですよ汗とか涙とか息を出すっていう脳のところがあって、はいはいはい、そこに指示出して涙腺に指示するんですよね、はいはいはい、で涙が出る、で嬉しい時、はい、悲しい時全部高ぶった時に抑えてくれる役目をするということなんですよ、はいはい、知らなかったでじゃあ泣けない人っていません、うんはい、いますよねよく言いますよね、はいうんうんうん、結構多分我々は泣けるタイプじゃないですか、うんうんはい泣けない人と泣ける人の差は何だろう、うん、っていうところなんですよ、はいはい、谷君はあんまり泣かないまあぽいですよね、うん、これはじゃあ なぜだと思いますか、はいはいうん、確かにあれ 心が凍ってるんじゃないですかねよかった、はい、副交感神経がちょっとマイペースな人ああでも近いですね近いです近いですそうなんか思われがちじゃないですか、はい、冷たい人間なんだとか全然そうじゃない、はい、っていうのがこれが分かります、はい、脳のね大脳っていうところが前頭前野、うんうん、ここですねこのここ、はいはいはい、ここさらにその共感脳っていうのがあるんですよ、はいはい、これが前頭前野の共感のよくこの辺ね、チャクラ、第三の目とか言いませんかチャクラっていうのもありますねチャクラってなんか言いますよね、うんはいはい、インドとかで第三の 目、はい、の目の辺ですだから耳かなってるらしいですあれ、ここです、はい、ここのところが共感脳っていうのがあるんですよ、はい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 、で、よく男性泣かないね女性泣きやすいねって言われるのが、はいはい、これは、まあ、男性の女性のっていうのもあるんですけど、はいはいはい、基本的には教育とかです、うん、男だしょ泣くなよって育ちませんでした、まあ、まあそうですね、はい、言われますね育ってきたんですよ我々は、はいはい、そうですね女の子は泣いてもよしよしだけど、はいはい、男はどちらかというと世間体で泣かない、うん、最近はなんか逆になってるとも聞きますけどね男性の方が泣くっていうそう、はいはい、で若い子はだから最近になって、はい、男女があまり泣かあのそうですね差がなんか相違がなくなってきたらしいんですよ、はいはい、ただ一応まだ我々世代は、はい、男でしょ泣くなと男の子でしょ言われました、ね、泣くなよ、はいはい、だからあ泣いちゃいけないんだ、はい、あと社会生きててもメソメソしてる男ってどう？ってなったら、ね難しいことね、男は強くあるべきだってどっかであるじゃないですか。そうですね、はい、ので泣きづらいらしいです。だからこの前頭前野が硬いというかちょっと、ガチッとこうなっちゃってるらしいです。じゃあ本当に脳の問題なんですね。脳の問題です。そうで幸せホルモンっていうのが大事だそうです。うん、共感脳からの幸せホルモン、うんうん、これがめっちゃ出る人、はい、子供の頃からそういう風に接された人は泣きやすいらしいですね。はい、で幸せホルモンをどう出すっていうには、うんはい、スキンシップ、はい、これむちゃくちゃ大事らしいです。はい、で女性の方がどっちかというとスキンシップ取りたがるって言われるでしょうね。スキンシップ。なるほど。とかあと日光浴、うん、あとのんびり、うんまあ、だから今のせかせかしたあの暮らしとは真逆ですかね、うん、めっちゃ分かりますそれ全部あ本当、うん、なんか常になんかあの誰かに触ってるし、うん、日光浴好きやしのんびりしてますめっちゃでめっちゃ泣きますあとだから女の子は人形好きでしょあ好きですね あれも、うんスキンシップらしいです。あ、そうなんだ。なるほどね。だからこう女性の方がどちらかというと涙が出やすい。これは、メソメソするとかじゃなくて、もうそういう構造になってるっていうことなんですよね。なので皆さんもし涙を流したいときは、うん、前頭前野の共感脳を刺激してください、うん。って言ってもできないじゃないですか。うん、なので日頃から蛇口みたいな感じらしいです。はいはい、蛇口をちゃんとこう緩めておくというか、はい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 、適度に涙流すことがいいそうですね、はいはい、ストレス発散のためにも、うん、で男ってやっぱみんなの前で泣きづらいじゃないですか泣けないですね、はい、だから一人でもいい一人の時でもいいから涙を流すことは大事だそうですねうん、うん、なので多分、はい、奥さん、はい、あの
次これまあ今日見てくださってると思うんでね、はいはい、次はまあ大場さんも泣いてみてください。はい、あのそんな無理して言わなくてもいいです、はい、なかったら言わなくていいです。無理してなんかフォローみたい、逆になんか辛いんで、それし、あの、はい、どう終わらそうかなって今。そうですね、でも僕は思うんです、まあ涙流すこともいいですけど、はい、まあやっぱり笑顔が素敵な、ねうん、皆さんの、ねね、生活に笑顔があふれるような、はいそうですね、たまに泣くことも大事だということですね。はい、ということですね。泣くことはいいことです、はいはい、ありがとうございました。みんなで泣きましょう、はい、泣こう、はい、という感じですね、はいはい、さあ、はい、もう終わりに差し掛かってきました、うんうん、はい、20代最後の、はいはい、あの放送、はいはい、橋山さん、なんか一言というか、はい、だってもう我々もう3この番組が6年目なんで、はいはい、もうだいぶ初期から出てくださってますよね、はいはい、ありがとうございます、本当に25ぐらい、そう、ね、6かなぐらいかな、はい、じゃあはい、なので一言じゃあ20代最後の、はい、はい、お父さん、お母さん、29年間育ててくれて、いやいやいや、ありがとう。笑いながら言うことないでしょ。違う、なんかこんなみんなに見守られてる、ね、結構そうよね、そうですね、死ぬみたい、結構そうですね、ごつい面々がこうやって見てますからね、こうやって、はい、ありがとう、そうですね、結構、はい、ありがとうございます、うん、はい、そしてこんな長くね、出させていただいて本当に藤巻さん、ね、エンドメジャックさん、ありがとうございます。はい、29歳まで、おこちゃまな感じで過ごしておりましたが、30歳になったらちょっと大人になれるように頑張りたいと思います、はい、では30歳になったらこのアーカイブを見て、大人になったかなって自分で確認します。ありがとう20代、バイバイ、おめでとうございます。ということでね、なんかちょっと涙ぐんでるのはなぜですか。あ、もう来て、もう来てますね、刺激されてますね、ちょっと来てますね、もう早い、もう幸せホルモン出すぎ、もうなんかもう寝かぶっちゃってません。泣いていいんですよ、泣いていいんですから。生誕祭もちょっと取っといてほしいですね。生誕祭の時に、生誕祭みんなで泣いたらいいんじゃないですか。ね、みんな泣きましょう、生誕祭。はい、なんですか今の、みんな泣きましょう、はい。泣きましょう、はい、生誕祭。来てください、はい、生誕祭。はい、ぜひね、はい、いやもう応援してますから。はいはいはい、ありがとうございます、本当にいつもありがとうございます。はいはい、ありがとうございます、ということですね。さあ、じゃあ締めたいと思います。はい、エンタメジャックイン渋谷、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と、宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたしました、はい、さあラストじゃんけん、はい、20代ラストじゃんけん、はい、全部最後、はい、はい、じゃあそれでいきましょう、はい、それでいきましょう、最初はグーじゃんけんグー、今週はグーでした、はい、それではまた来週です、皆さんさよなら、バイバイ、お仕事さん誕生日おめでとうございます。